いやマジ昨日の夜すごい雨降ってるんだけど。ここだけ腐ってる。想像以上に進まなかった。屋根の工事2日目、昨日の続きからやっていきます。やっべー家買いました。皆さんこんにちは、瀬田からです。築年数不明、約40平米の小さな平屋を買いました。家の中はゴミだらけ、荒れた庭、雨漏り、シロアリのもうボロッボロの家を夫婦2人で DIY フルリノベーション、素敵な家に生まれ変わるまでのお話です。まあ、前回の動画では瓦を外して野地板に乗っていた杉皮を剥がしたところまでやりました。まあ、今回はその続きからで、まあ、その作業の翌日です。まあ、なので昨日、まあ、瓦を屋根から外すというね、まあ、重労働の後、まあ、疲れがね残っている状態です。体中が筋肉痛でもガビガビの状態でやっていきます。いやマジ昨日の夜すごい雨降ってるんだけど。週間天気予報で雨が降らないタイミングで、まあ、昨日の夜もね雨が降らない予報だったのに夜雨が降りました。最悪じゃないこれ、この現状。上大丈夫かな。まあ上は大丈夫でしょ。乗れるこれ。うん。木弱になってないんですって。まあちょっと登ってみてじゃない。うん、最悪最悪。なんかだいぶ雨で綺麗になったね、屋根の上が。綺麗になった。ありがたいね、なんか。ちょうどなんか掃除しなきゃいけなかったから。ね、すごい砂だったもんね。うん、砂とほこりと。まだちょっと残ってるけど、でもまあ全然楽だよね。楽楽。よし、じゃあ、今日の作業は昨日の続きだね。うん。まあ、とにかく塞がないとね、屋根。そうね。で、ここ、これね。あなたが踏んでしまって、開けてしまっての来て。いやいやいや、あなたもね。あ、そう、放牧ね。まあ、本当はこれ生かそうと思ったんですけど、ちょっとまあ、割っちゃったんで。でまあ、弱いよ。うん。弱いんで、ここ。軒天の部分は張り替えます。で、張り替えて、その上から、うん、4ミリベニヤを、捨てベニヤ貼って、うん、で、遮熱シート引いて、うん、で、動物足して、うん、で、小僧ご飯張って、うん、っていうところまでは最低でも行きたい。一日でね。今日ね。で、できれば、今日までじゃん。あ、そうね。明日は仕事だから。そうそう。なんで、瓦もある程度。反対側。反対側の瓦。行けるか。そこまで、下ろせるとこまで下ろせたらちょっとありがたい。うん。っていうことでやっていきますか。はい。あ、これも外さないとね。雨戸。すごい、これなんか、雨ですごく重くなってるかも。この、砂と土と。まあ、とりあえずじゃあやっていきますか。はい。まあ、ということで、屋根の下地、まあ、骨格、まあ、状態をね、確認しつつ、作業をしていきます。まあ、まずは軒天に当たる板、まあ、瓦を外すときに割ってしまったので変えていきます。まあ、構造的にはこの場所、まあ、強度がねそこまで必要ないのですが、一応全部外して9ミリベニヤを代わりに貼っていきます。まあ、材料は昨日の作業を終わってからホームセンターに行って9ミリベニヤと4ミリベニヤを買ってきました。まあ、ここら辺はねもう瓦を外してみないとその下の状態がわからないので、まあ、必要になりそうな材料を確認して買いに行ってきました。飛び出してる釘は、グラインダーで全部カットしていきます。なんかバールとかノコとか叩いてもいいんだけど、ちょっとなんか怖いんで、木が、テンションかかると。うん、なんでも、これで切っちゃいます。うんうん、
こだけ腐ってる。焼きやばいね。ここだけ変えるか。めんどくさい。たるき持ってきてないな。あるかな。探せばあるかな、うん、玄関とかなかった。廃材でなかったかな。廃材でちょっとじゃあ加工するか。しょうがない。腐ってるとこから。こんな感じね。いいんじゃないこれで。白割りじゃなくて腐ってる。腐ってるだけ。うん。雨かな。雨じゃん。はい、作業の方は屋根の掃除をしながら、まあ、釘が出ているところはカットして、そして軒天を張り替え、まあ、腐っている屋根の母材は、まあ、修正、まあ、補強をして、まあ、それが終われば4ミリベニヤを上から張っていきます。まあ、このね4ミリベニヤをなぜ張っていくのか、これはね屋根の補強とかではなく、まあ、家の中、まあ、部屋の天井の衣装として張っていきます。元の天井を抜いた時はこんな感じです。まあ、梁がねかっこよくて、この雰囲気を残したままリフォームをしたいと思いました。ここはね絶対に生かしたい。で瓦を外して杉皮を取った後の天井はこんな感じです。まあ、ここでねいろいろと悩みました。まあ、後からね天井を作るのはすんごくね大変なので、まあ、4ミリベニヤを貼って後から塗装、まあ、染色して全体的に統一感を出して、まあ、最初のこのイメージに近づけようと思って4ミリベニヤを貼っています。まあ、後からね天井を作ることを考えれば、まあ、予算的にも安く済むし、まあ、天井を作る工期もなくなるわけですから、まあいい方法だと思います。まあ、断熱とかはどうするのと思う方もいると思います。まあ、そこら辺の話は次回あたりにしていこうと思いますので、まあ次回もね見てください。もう終わりにしよっか。そうだね、終わりにしよう。全然持ってないけど、全然想像以上に進まなかった想像以上に進まなかった。まあ理由としてはね、屋根が結構汚れていて、まあ掃除をしながらやっていかなきゃいけないっていうのと、うん、あとは意外と怖い、怖い怖いんで作業性が落ちると、うん、あと斜めだしね、怖くて斜めだからやっぱ作業性はどうしても落ちる、効率が、うん、だからもう全然思ったより時間かかるなって思いました。うん、あとやっぱり歪み？ああ、そうそうそう。あとね、屋根がね、歪んでるんですよ。ベニヤ張るのも、どこを基準にして張っていくかっていうので、もう3、4回張り替えたもんね。うん、4、5回ぐらい張り直した。またじゃあ、お片付けして帰りますか。よし、お疲れ様でした。お疲れ様でした。想像以上に進まなかったですね。まあ想定外の作業があったり、まあ作業性が悪かったり、まああと昨日の疲れもありますね。もう体中がバキバキだし、まあちょっとねペースアップして進めないといけないですね。まああと雨降らないでほしいです。まあこの広さブルーシートをねかけるのかなりね大変なんですよね。また明日一人で作業するので、まあ大丈夫だと思います。まあ天気予報も一応ね晴れになっています。
まあ、次回の作業は、まあ、槍の作業続き3日目ですね。3日連続頑張れ俺ということで終わりたいと思います。高評価ボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。次回もまた見てくださいね。バイバイ。